はいそれでは、帝国となりましたので、ただいまより、大阪府立大学総括シンポジウム、変化の先の未来へ、大学×ダイバーシティを開催いたいします。え私は本シンポジウムの司会を務めます大阪府立大学生命環境科学研究科の三宅と申します。どうぞよろしくお願いします。開催にあたりまして、まずあのオンライン開催であるということで皆様にお願いがあります。 本シンポジウムの映像や音声の録画、録音は禁止しておりますので、えー、あらかじめ、えー、ご理解とご,りくご,ご協力のほどよろしくお願いします。それでは開催にあたりまして、初めに大阪府立,府立大学学長、辰佐孝正宏より開催の挨拶を申し上げます。皆さんこんこにちは。 学長の辰佐子です本日はダイバーシティ総括シンポジウム「変化の先の未来へ大学×ダイバーシー」にご参加いただきまして誠にありがとうございます。このシンポジウムは文科省科学技術人材育成費補助事業に2015年に採択されまして それが3年間は、えっと、補助金がつきましてその後現在は自費、えっと、と言いますか自主、えー、経費で運営しておりますけれども最終年にあたるということで、えー、まさにその集大成としてこのシンポジウムを企画した次第でございます、えー、本日のゲストには浜田恵子様をお迎えしております、えー、ビジネス イインサイダージャパン総括編集長をしていらっしゃいます浜田様からはあの、まあ、このコロナ禍の中、まあ、今後のポ、ね、ストコロナでの,このダイバーシティの在り方、そういったところの非常に貴重なお話をいただけるというふうに考えております。であの私たたちの大学におきまししても先ほど申し上げた 先ほど申し上げました補助金の前から、ですねそれの5年前になりますか、文科省のやはり振興調整費の方で、女性研究者支援モデル規制という形で補助金をいただいておりまして、かなり大学の中ではですね先駆的なところで、この分野、頑張っていると確信しております。 えっと本日この件については間島教授の方からあのご説明させていただきますけども間島教授というと私結構突き上げ長くてですねえ何年前ですかねもう15年ぐらい前になるかもしれませんけどもえっと私があの科学研究費の家計費のえっとまあ採択されるための家計費セミナーといったようなそういうあの セミナー的なことを企画した時に当時はまだ看護学部におられたかと思いますけれどもあのそういう、えー、e ラーニングとかでそういったことを駆使した、まあ、あの研究内容の,そのいかにこう,うまく申請書を書くかというようなところであのお世話になりましたその,あの先生は工学部の方に来られてですねまさにあの本学のダイバーシティの まあ先駆者といいますか、あのここまでまあ広,広めていただいたまあ厚労者というふうに考えてますけれども、まあ、そ,れそちらの方で、えー、いわゆる本学の取り組みについては、えー、と話を聞いていただけるかと思っております。で、この本学の取り組みというのは、先ほど申し上げた、えー、と女性研究者支援のプログラムに加えてですね、私どもは同じ信仰調整費の、えー、とテニュアトラック テニアトラック制度の、まあ、普及事業それ以前の、えー、高インセンティブ型のテニアトラック制度というものをあの始めておりましてそれと非常にうまくリンクしたなと思っておりましてこのテニアトラック制度というのはあの、まあ、とにかく若手の優秀な研究者を、えー、育成するという制度ですけれども特にあの女性の若手の研究者がこれに応募してくれまして。 そういったあの優秀な若手の研究者、特に女性の研究者をまた別のこの真、まあ、島先生が取られたプログラムであのかなり支援していただきましたので、あの非常にあのいい教員が今育っておりまして、もうあの世界に羽ばたいて研究活動を展開しているという状況でございます。そそのあたたをままお聞かせいいだければとと思ってますすういうことでででねあの、まあ、日本では なかなかそのまあダイバーシティっていうのはですね特に日本のような少子高齢化のまあ最も厳しいようなところではもう絶対やっていかないといけない状況ですけれども特に日本ではダイバーシティの中でも女性に対するまあ考え方が結構まあ古いところがあったりするのをなんとかもう大学としてもえっと打ち破っていかないといけない一つの突破口にしないといけないかなというふうに私自身は思っております。 えっと、新大学が、まあ、再来年度2022年からスタートしますけれども、えー、新大学に向けてダイバーシティっていうことからに対する取り組みっていうのは必ず強化していかないといけないと思っておりますので、まあ、本日ぜひ建設的な議論を皆様の間で展開していただければありがたいというふうに思っております。まあ、本日のこのこシンポジウムが 皆様にとって実りの多いものになることを願いまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どううもありがとうございまでは続きまして、えー、先ほど、えー、挨拶の中にもご紹介がありました、本格の女性研究者支援事業プログラムオフィサーの真島幸恵より、えー、大阪府立大学の事業成果と今後の課題という、 授業報告をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。えっ、ー、と今日はあの本学のあの女性研究者支援事業のあの最後の総括シンポジウムにおいでいただきましてありがとうございます。あのこういう風うにウェビナーであの放映するっていうのが私自身が初めてなもんですから、いつもあの聞くばっかりなんですけれども初めてなものであの少しなんかあの緊張しておりますけれどもあの。 どうぞお許しください。えっと、先ほどあの学長の挨拶がありました。けれども、あの学長がアドリブでなん、あの私の話を出されることがあの分かりませんでしたので、えっと少しそれを受けて、あの私自身の経験からお話を進めていきたいと思います。で、持ち時間が10分ということで、きつくあのうちのコーディネーターの辰巳から言われておりますので、早口になるかもしれません。けれども、どうぞよろしくお願いします。えっと、本学の事業成果と今後の課題というタイトルで。お話 話をさせていただきます、えっと、実はこれあの私の,あの経歴なんですけれども本学の授業が始まったのが2010年ですけれども私はあの1989年から、えっと、少しあの大学の方にお世話になっておりましてその前はあの看護職をしていたんですけれども右側に「あのライフっていうふうに書いてあるところが私の,あのえっとま プライベートなところですけれども、えっ、ー、と1989年に結婚して、それから90年に長女を出産してっていうのがまあだらだらと書いてあるんですけれども、あの次女がですね、えっ、ー、とその次女と長女って10 9年,離れ9年離れてるんですねで、えっと、その間に大学に行っておりましたのであの長女の時は1990年今からもう30年前になりますが、まあ、女性があの大学に社会人で行ってたんですけれどもあの行く時に。 この子どううしようかっていうようなことがあって、まあ、保育園に預けるというので大学の近くにちょうどあのいいあの私立の保育園がありましたのでそちらの方に預けてで、まあ、あの学業に専念をしていたんですけれどもあの次女が生まれた時には、えー、と今度もあの。 誰も世話をしてくれませんでしたから、私自身があの保育園を大学の近くに見つけてですね、そちらでお世話になりました。で、千九百九十あ二千一年にあのー。 博士の学位を取った後に産業医科大学というところに行きましてでそちらの方は北九州にありますので、えっと、上の長女が小学校6年生で下の子が2歳ぐらいの時に、えっと、下の子だけ連れて行きましたその時に、えっと、産業医科大学の,あの私が行くところの教授の先生があの私は北九州行ったことがなかったもんですから血のりも分からなくってでそこで保育園を探して紹介してくださったんですね。で非常ににその時に助か 思いがありますでそれからあの本学に参りまして今度はあの2000、えー、何ですかね今から5年数年前ですけれども実母が少しあの認知症のような感じになりまして介護が必要になった時にあの本事業の研究支援員というのをその時だけあの少し受けたっていうのが経緯があります。で ここから本題なんですけれども日本の女性研究者の現状といいますともうあれから私が大学に入ってから30年ぐらい経っておりますけれどもいまだに日本は先進国なのにジェンダーギャップ指数っていうのが低いです。で昨年よりももっと低くなっております。なんとと121位いう 153か国,国中121位というところに甘んじております。でこのジェンダーギャップ指数というのは4つの,あの点から、えー、と評価をされるんですけれども経済教育政治健康ですで日本はあの平均寿命長いですから健康というところはまあ非常にあの、まあ、上位っていうかですね入ってますけれども教育もまあ高いところ高い ちょっと下がってますけれどもあの低いのはどこかというと政治とあの経済ですここがやっぱりキーポイントになるとで政治っていうのはやはり大学の中でも執行部がいろいろなあのことを司さどりますので、まあ、その辺りと関係するかなというふうに思います。で日本の女性研究者はなんと,、えー、と16.6%でアイスランドはもうあの半数ぐらい。 もう男性と女性が半々ぐらいっていうような状況です。で、えー、とこれをなんとかしないといけないなっていうことで平成28年に第5期科学技術基本計画っていうのが出されました。で女性研究者の,あの話が 赤枠で囲ってあるところにあるんですけれども小さくて見えないですよね少し大きくしてみましたで、ここに女性リーダーの育成投与等を通じた女性の活躍促進というのが出ておりまして女性研究者の新規採用割合の増加これは自然科学系全体で30%で先ほど言いましたけれども今何パーセントでしたでしょうか 日本はでしたよねもうちょっと頑張らないといけないというような感じです。で時代を担う女性を拡大していこうということで、えー、っとさ先に辰巳剛学長が言われましたけれどもこれからは女性も含めたダイバーシティということで本学はますますと進んでいくんじゃないかなと期待しております。 でなぜ女性リーダー女性活躍なのかっていうのはもうあの皆さんご存知のところだと思いますけれども多様な視点や優れた発想を取り入れて科学技術イノベーション活動を活性化するということであのテニアトラックの方でもあの女性の先生をあの多く雇用していただきましたのでかなりあのこの辺り活性化してきております。 で女性が研究等とライフイベントの両立を図るための支援や環境整備を行うとともにロールモデルや工事例ということで、まあ、このりりも進んでおりますでこれはもうあの科学技術基本計画に書いてありますのでこの辺りはもうあの参考になさってください。で、えー、っと大阪府立大学の取り組みと成果なんですけれども。 不立大学には7つの大学院研究科と4つの学域があります教員数は643人学生数が7705人ということで理系に強みを持つ中規模の総合大学ですで大切にする3つの視点が多様・融合・国際ということで、まあ、このあたり非常に力を入れて進めているところですでこの多様な人材の育成と活用の一環としてまず女性研究者支援ということに取り組んでいます でこれがこれまでの経緯になりますけれども2010年に文科省の振興調整費で女性研究者支援モデル育成に採択されましてそれから2015年に今回のダイバーシティ研究環境を実現イニシアチブ特色型に採択をされました。ここれは公立大学ででとということで、えー、と先の年の年 終わっておりますけれども環境整備ががあっっててて初めて今回のプログラムが成就したと思っております。で、全額的な事業として実施しているのは先ほどの学長のお話でもあったかと思いますので少しここは飛ばしていきます。で事業推進における信念としてはやはりあのこれちょっとこれあのアンコンシャスバイアスかもしれませんけれどもあの外から制、まあ、度それから中から自分自身。 女性研究者自身がやらなければいけないということで外からは大学の支援事業トップダウンに行って中からは女性研究者自身がボトムアップで行うというようなところです。で研究者支援の段階ですけれども最初の進行調整費でワークライフバランス支援をやりましてそれから123のダイバーシティ研究環境基盤整備とスキルアップ支援プログラムリスペクトということで今回は2番の 番三番がまあ非常にあの強化したところでありますので、こちらについてご報告をいたします。で、えっ、ー、とこれはあの目的についてはもう皆さんご承知の通りだと思いますけれども。 えっと目標と行動計画なんですが2016年度以降新規採用における女性教員比率30%またあの出てきますので覚えなくてあの結構ですがあの女性教員比率30%にしましょう新規採用においてでそれから2020年度今年ですけれども女性教員の21%比率を21%。 女性教授ゼロの部局をゼロで上位職教授准教授講師における女性比率23%上位職副学長学長補佐における女性比率25%ということで、えー、目標を定めましてあの授業をやっております授業の詳しいことはパンフレットがございますのでそちらの方をご覧くださいでえっと 教員の女性比率結果なんですけれども理系の部局で女性比率が非常に上昇しているということとそれから全学でも女性教員比率が上昇しています21%に若干届いていないんですけれどもあの今年度の新規採用者も含めると来年度の初めには嬉しいご報告ができるんじゃないかというふうに期待しております。 で10年前に比べて各職員の女性比率は上昇しておりますし中間評価では外部評価委員から S 評価をいただいておりますでさらに平成30年度には憲法記念日の大阪府の知事表彰それからあ各あの先生方が非常にあの精力的に研究にも取り組んでおりましてこれがリスペクトと言われるものですけれども採択者が、えー、と申請者27名中採択者15名。まあ30えーと 5%近いんですけれども、頑張ってやっておられます。で、可憐比にも採択をされておりますので、えー、2016年から2019年度の女性の12名中可憐費5名採択ということで、えー、と頑張っているなというところです。で、女性研究者の研究力向上については学内であの取り組んでいます。まあ、これがあの、えー、と歴史というかあのこれまでの経緯になります。 今後の課題ですけれどもあの数値目標については大体クリアできているかなと思っているんですけれどもこの上位色のところが、えー、っと全部ひっくるめての数値はクリアできているんですけれども内訳として副学長学長補佐それから教授というところだけにあのフォーカスして見てみますとこちらの方の達成度がやはり少しマイナスになっておりますのでここは今後頑張っていきたいなというふうに考えております。 これまでももうこれからもまあどんどんとやっていきたいなというふうに考えております時間をちょっと超過しておりますけれどもどうも申し訳ありませんこれで終わりたいと思います。マジマ教授ありがとうございましたマ島教授からは、えー、大阪府立大学の、えー、取り組みの成果報告とまあ今度今後の課題ということで報告いただきましたマジマ教授にはこの後パネルディスカッションでもご登壇いただきます。 では続きまして基調講演に移りたいと思います基調講演の講師にはビジネスインサイダージャパンの浜田恵子総括編集長にをお,、ま、お招きしてい,たいます浜田様からはポストコロナ時代の働き方とダイバーシティと題した講演をいただこうと思いますそれではよろしくお願いします 皆さんこんにちは、えー、浜田と申します、えー、今日はお招きいただきましてありがとうございました 私の方から、ですねあの、コロナ時代を経て、ですね、まあ、特に私がまあ今、取材しているのは民間企業が多いんですけれども、そういった、まあ、特に企業を中心とした中で、どんなまあ変化が起き、特に働き方でどんな変化が起きて、それが今後のダイバーシティーにまあどういうような影響を及ぼすのかということを、30分にわたって皆さんにお話をさせていただければと思っておりまます。す。どうぞよろししくお願いいいたた、えー、簡単な資料をじゃあ、えー、共有させていただきます。 よろししくお願いしますと簡単に自己紹介をさせていただきます、私、いわゆるあの1989年、まあ、まさに平成元年に朝日新聞社というあの新聞社に入社しました、え当時、ですね新聞社、非常にまだ女性が少ない職場で、えー、今もまあそうなんですけど、長時間労働の職場です。でまあ、その中で、えー、アイラという 週刊誌を中心に朝市村は全体でまあ28年間いたんですけどもアイラの途中でまあ管理職副編集長になった時代に出産をしまして、まあ、その後10ヶ月の育休をを取って復帰ししました実は朝市の中で管理職として出産したのが私が初めてのケースで、まあ、会社としてもその元のポジションにまあ戻れるのかどうかというの最初のケースになったという世代です。 私の世代、いわゆる均等法世代なんですけれども特にその同期などではですね、まだその出産を諦めて新聞社というところで長時間労働をするにはやっぱりなかなか出産と両立が難しかったので諦めた人もいますし退職というのを選んだ同期の女性も少なくありません2000年代に入ってまあ後輩の女性記者たちはですね、出産を経験する人たちも増えているんですけれども、まあ、先ほど申し上げたように長時間労働の職場ですのでこの まさに家事、育児と仕事の両立というのに自分たち自身が非常にこう苦労してきたというあのまあ世代でもあります。私自身はです、ねまあ、先ほど真島さんもおっしゃっていたんですけども実の母親にまあ実家、まあ、山口なんですけどもそこから東京に出てきてもらってえ本当にあの隣に住んでもらって子育てを本当にこう全部丸がかりで手伝ってもらってやっとこう仕事と両立できたというようなまあ仕事人生を送ってまいりました。 で28年間勤めた朝日新聞をですね50歳の時きにまあ退職して、今はですねアメリカのメディア、ビジネスインサイダーというアメリカのオンライン経済メディアの日本版の統括編集長を務めております。こちらのビジネスインサイダー・ジャパンというのはですね読者がミレニアル世代、ミレニアル世代というのは1980年生まれから1995年ぐらい。 生まれぐらいまでの若い世代なんですけれども若い世代を中心とした読者を抱える経済メディアですそちらの統括編集長をしておりますまあ、それと同時にあのテレビのコメンテーターやまあ、ダイバーシティに関する 講演などもやっているんですけども、まさにまなぜ私がこの働き方ということについて、皆さんに今日お話をさせていただくかというと、まあ、自分自身が非常にまあ子育てとの両立でえ苦労したということと、えー、アイラというまあ雑誌がですね働く女性のまあ生き方というのを多く特集していたものですから、特に企業におけるまあ女性たちの働き方、組織と個人の関係性などを長く取材してまいりました。そののの中でま,あまさにに日本においての少子化のまあ 今日というのはですねこの働き方のま不自由さにあるんじゃないかということを感じていました。特にま女性においてはですね。男性が長時間労働の職場で働いていることによって。 女性たち自身に家事・育児の負担が極端に偏っている、まあ、これをワンオペ育児というような言葉でも表現しますけれども、このことによってまあ自分のキャリアを断念したり、退職を選ばざるを得ないという女性が非常に多いということを感じておりまして、まあ、その問題を今のメディアでもあの取材を続けております。まさに今日はのビジジネスインンジジャパンで、えー あの公開した記事なんですけども、リンクドインというまあ、SNS がですね、えー、700人以上の女性たちに調査をしております。で、自分のキャリアについて、えー、まあ、諦めた原因として何が一番大きかったかというと、一番目の理由としては家庭の問題が実は一番大きかったと。 むしろあの職場で、職場っていうのは今、どんどん企業がですねやっぱり女性に活躍してほしいということで、制度を徐々にですが、整えているわけですね。ですが、やっぱり家庭における、いわゆる性別、役割分担が固定化していて、家事、育児をほぼ自分で担っていると。 そういう状況ではとてもそのキャリア、まあ、昇進を諦めたりですね、キャリアを望んだりすることはできないということで実は日本においてはこの男性の家事・育児への不参加ということが女性のキャリアを阻んでいるということは私も取材で感じていましたが調査でも出ております。で一方でまあ企業などを取材して感じるのはですね、ここ最近はですね、まあ、あの多少是正はされているとはいえ まあ2000年代に入ったぐらいから企業でも女性をまあ登用しようとか女性の採用をやっぱり積極的にあの採用しようということが進んできたんですけれどもまあ女性に長く働いてもらうために先ほどまあ学内にも保育園があるということを大阪府立大のケースでもおっしゃっていたんですが企業でも,でも企業内保育所を整えたり時短制度を整えたりまあ育休から復帰しやすくしたりというようなことをですねまあ企業もどんどんやってきたわけですね。えー その結果ですね長くは勤められるようにはなってきたと、でも一方で、まあ、そういった女性たちに両立支援制度が整えば整うほど、結果的にその女性たちが家事・育児を担わなければいけないと。 ということで私はなんか性別の役割が固定してきたという一面もあるかなというふうに思っております。でまあ、ここをです、ねまあ、なんとかやっぱりあの男性と育児家事・育児を、まあ、あの平等に分担するということを、まあ、進めていかなければならないという一方で、まあ、先ほどあの、府立大学なんか一生懸命あのまずワークライフバランスというのを土台にされてその後にキャリア支援というのをやってらっしゃいましたけど。 だけども、ここの実はキャリア支援というところが今、まあ、足りないところなのかなということを感じておりまして均等支援、キャリアの均等支援ということとか、チャンスをこういうふうに与えるというところが今、日本ではあの求められているのかなということを感じております。はいでえー、と実はそのコロナにおいて 私はまあコロナというのはまあ亡くなった方もいらっしゃるので、非常にこれは社会にとって大きなインパクトを与えて、大変だった思いをされている方もたくさんいる中で、ですね実は日本の社会、特に働く人にとっての,まあその変化という意味では、ですね今までなかなか日本が変えられなかった部分を大きく変えてくれるまあ一端になるのではないかということは思っております。それはやはやりこの在宅勤務と いうものが、まあ、徐々にですが浸透してきたということはこれまでの日本になかったことですので大きな変化になるのではないかと思っています。 先ほど申し上げたように、やっぱり女性の家事・育児の負担というものと、まあ、夫がですね、まあ、長時間労働をしているという、この2つのことによって、女性たちのキャリアが阻まれてきたという現状がある中で、まあ、働き方がかなりフレキシブルになるということは、女性のそういった時間的な制約とか、ですね家事・育児の負担、まあ、それは夫側の参加がしやすくなるという意味でも、これが本当にあの鳥がんなのではないかというような期待もしております。 で私たちはいくつかですね、えっと、企業の経営者などにも取材をしているんですけれども、うん、まあ中でもあの大きかった 面白かった企業についてご紹介しますこれはあのサイボーズという企業の青野さんという社長に取材をしました。まあ、この企業ですね、もう相当前からいろいろ働き方改革を進めている企業で、青野さん自身がです、ね、3人お子さんがいらっしゃるんですが、3番目のお子さんの時に育児休業も取得していらっしゃいます。かつてやはりあの非常に離職率が高い、いわゆるブラック企業のような企業だったと。サイボーズはあのキーントーンというです、ね、クラウドのシステムを販売している会社ですけども、まあ、特にそのシステムエンジニアの働き方というのはどこの企業 でも長時間労働になりがちだという,ふうに言われていますまサイボーズも例外ではなかったわけですけれどもその結果非常にこう優秀な社員たちが次々と辞めていっていたということで青野さん自身が自分自身も長時間労働をしていたけれどもこれではまずいということで自ら育児休業を取られてま働き方をかなり大胆に改革しようということをされていますで、もちろんもともとま在宅勤務も認めていらっしゃいましたし副業ということも会社に申請なく認めているという 日本の企業では最先端の働き方を実践している企業でもありましたところがですね実際にこのコロナになって反強制的に緊急事態宣言の時にリモートワーク全員がリモートワークをした結果アーさんはそれでもまだまだ自分たちの企業は働き方の改革が甘かったともう僕は会社に出社するのをやめようと思うんだよっていうことまでおっしゃいました。 まあ、つまり、ですねやっぱり出社する人としない人がいると、当然そこで情報格差が生まれると、特に、まあ、サイボーズのように全国拠点があるような組織では、まあ、地方の人たちがオンラインで会議に入ったりする、東京の本社の人たちは、えー、リアルに会議に参加すると、地方と都市部での、まあ、情報格差が生まれると、えー、特に経営層が、まあ、会社の上層部がですねリアルに出社してしまうと、結局、その地方との人と、地方で働く人たちとの情報ギャップが埋まらないと。 いうことをあの、まあ、考えられて自分はもうこれからずっとオンラインで働くということまで考えているということをおっしゃっていましたそのぐらいやっぱりこの在宅ワークということで気づきがあったということをおっしゃっていますもう一つの事例はこれはポーラですポーラってまあ化粧品会社なんですけどもこちらも全国的に展開している会社ですで今あの女性の社長に1月からなって及川さんっていう女性が社長していらっしゃるんですけどもポーラですね、まあ、全国的にポーラ ビューーティーディデレクターポーラというのは個人事業主さんが全国にショップを持って売ってらっしゃるんですけどもこのズーム会議とかそういったツールを使うのは高齢者の方はなかなか難しいんじゃないかということを当初は心配されていたそうですただ逆にもう80代や、えー、まあそのぐらいの年齢のポーラの,従業員あの個人事業主の方たちですね女性の個人事業主の方たちがもうあっという間にツールを使い出して使いこなして 全くその年齢や部門によっっってて、まあ、限界がないといいいととととううここをを感じられたということをおっしゃっていますつまり、えー、どういうことかというと年齢やこの仕事では在宅勤務が難しいのではないかというのは思い込みに過ぎないということをおっしゃっていました、まあ、あの課題としてはマネージャー、まあ、マネジメントの能力によってかなりその在宅オンラインで能力が発揮できるかどうかというのは差が出るということをおっしゃっていたんですが。 その属性人の属性や仕事の内容によってあのオンライン、ここは無理だよねと決めつけるのはやっぱり良くないということをおっしゃっていましたつまりあのできないことはない、もちろんあの大学でしたら実験とか実習というのはも,もちろんあると思いますそういった部分はあのオンラインでは難しい部分もありますしオフラインでないと難しいという部分はあると思うんですけども最初からもううちは無理だよねということを諦めてしまうことはないということは荻川さんはおっしゃっていました。 で、この在宅勤務ということが、まあ浸透してきた中で、女性たちにどんな変化が起きたのかということを少しご説明したいと思っております。まあ、先ほども申し上げたんですけども、まあ、在宅勤務ということは。 働く場所からの自由ととということが一つ大きな特徴だと思っております私が実際に取材したケースでは NTT ドコモの女性社員の方だったんですけども彼女は実際には介護を抱えていらっしゃいましたお子さんの子育てもあったんですけどもむしろ介護の負担が非常に大きくて時短勤務を取られていました。 NTT ドコモはコロナ前から月8日の時短勤務とかあ月8日の在宅勤務が認められていたんですけども実際に彼女の職場で在宅勤務をしている人は誰一人としていなくて、まあ、彼女だけが月8日在宅勤務をされていたそうです、まあ、そのことによって、えーまあ、片身の思い狭い思いもされていたそうですし昇進ということはもう諦めていらっしゃったそうですそれがま実際に全員が 在宅勤務ということになった途端にですね彼女はもともと在宅勤務をやっていたので、非常に生産性高く働けた、まあ、慣れていたということが大きかったそうですけれども、生産性が非常に他の人よりは高かったとで、通勤の負担がなくなったために、時短勤務からその緊急事態宣言の間にフルタイムに切り替えることができたと。 むしろあの新しく在宅勤務をやった男性社員よりも非常にその仕事の量、質とも高く働けることができたので自分の,、まあ、あのキャリアとか仕事の内容に自信が持てるようになったということをおっしゃっていました。これは特殊なケースではなくて多くの女性がまあ言っていることです。 まあ当初、緊急事態になった時はですね、お子さんの学校が一斉休校で、自宅にお子さんがいらっしゃって、なかなか仕事がはかどらないという方も少なくなかったんですけども、その後まあ緊急事態宣言が解除された後、学校が始まったら、自宅でそのまま働けた人っていうのは、家事をしながら、例えば働けるとか、通勤時間の間も働けるということで、自分もフルタイムに戻しましたという人が少なくなかったです。なののので、時短勤務からの解放ととということはこれは、はれ女性のキャリアににっては非常にプラス あとこれはまあ女性に限らずですけどもどの職場でも起きたことは、まあ、自分の仕事の棚卸しをされた方が多かった、まあ、職場全体でそれをやったというところも少なくなかったと思います無駄な仕事を見直したりということで生産性がアップしたということも多かったと思っていますあと私自身もそうなんですけども私も今もう自宅からあの講演してますけれどもかなり自宅での仕事をすることによって 仕事の合間に家事ができたりとかですね、ちょっとした買い物に行けたりとか、私生活の用事ができたりということで、これまでですね本当に仕事と家事、育児の両立に苦労していたものが、割りとシームレスに働けることによって、そのなんか負担感が減ったような気がしていますこれも大きな変化だったと思います。 でえっと、同時にです、ね、夫も在宅勤務をしているという人が多いと思うので、夫が家にいるんであればです、ね、家事・育児をこれまで以上にやってもらえると、やってほしいということも起きていると思います。なので、女性たちの負担が少し軽減されるということも起きています。 そしてさらに起きたことは、ですね、あの実際に取材していると、在宅勤務を認めないという企業も少なくありません。えー、自分自身は在宅でも働ける職種だし、もっと言えば家族が持病があって、コロナが心配だから、在宅で働きたいということを訴えても、ですね、全員出社を強要していたりという職場も、えー、企業も、ですね、いくつか取材の中ではあの見聞きしております。 そうした企業に勤める女性たちは、じゃあ自分は本当にこの企業でそのまま勤めていいんだろうかということに疑問を持ってです、ね、転職活動を始めたり、実際に今退職ということを選んで、個人事業主になったりという人たちも出てきています。つまり企業ににも在宅勤務というか働き方を自由に まあそのそれを認めるかどうかで選別される時代になってきたこれは企業に限らず多くの職場でこれから特に若い人たち優秀な若い人たちが採用できるかどうかというところで非常に大きなまあものになっていくかなと思っております特にまあこれまでもですけれどもアメリカのシリコンバレーなどの職場ではもともと100%在宅勤務 を認めている企業も少なくなくかったわけですで今後もですね、まあ、Facebook とか Google は当面の間在宅勤務をしようということを言っているんですけどもこれはコロナの影響もありますけども取材をしましたら優秀な人材を確保するためには特に海外の 優秀な人材を確保するためには、在宅勤務ということを100%、も認めざるを得ないんだということを聞きます。特にエンジニアですね。今、非常にあの人材が枯渇していると言われて、エンジニアという職種において、日本国内からだけではなくて、海外の人材にも仕事をしてもらおうと思うと、いちいちそのために転居をしてもらうとかですね。転勤してもらうということは、やっぱり家族を大事にしたいという人たちも多いので、なかなかあのハードルが高いという風に言われています。その中でまあ自宅で仕事をしているというのが。職場 選ぶ際の非常ににこれかから大きななな魅力っってていいくのではないかと思っておりますもう一つ、これはちょっと今回の本題とは外れるんですけども、もう一方で女性たちに起きた変化はこういったポジティブなものだけではなかったわけですね。あの実際に在宅勤務ができる職種とできない職種、特にエッセンシャルワーカーと言われるような職種においてはです、ね、実際に勤務に行かなければならなかった。そのの中では女性たちの職場があの 多かったわけですけれども、えー、その中にはですね非正規職場、非正規の社員の方も少なくなかったわけです。その中で、まあ、あのコロナによる派遣切りとか雇い止めというような現象も実際には、えー、起きておりますし、特にシングルマザーの方たちはですねこういった派遣切り、や雇い止めにあって非常に生活が困窮されているという実態も報告されております。でまあ、先ほども申し上げたように出社を共有する職場と、まあ、ご自身、そして家族の健康問題ということを訴えられている方もいらっしゃいます。 さらにこれから加速されるだろうと思われるのが、これは男性、女性に限らずですね、非常に多くの企業がこれから業績が悪化して苦しむということが言われておりますので、えー、早期退職ということとかですね、えー、まああの自主退職を促されるということもこれから起きてくるだろうというふうに言われております。ただ、 これだけのマイナスな要因があったとしてもです、ね、もう私は働き方っていうのは元のコロナ前には戻らないのではないかということを感じております。というのもこれある調査の結果ですけれども20代の7割が在宅勤務を希望するということを答えております。 つまりどういうことかというと、先ほども申し上げたように、在宅勤務を認めない職場は、採用に大きな影響が出るということが言われております。なので、優秀な人材を採用しようと思えば、ですね働き方をかなりやっぱり従業員の希望に沿うような形にしなければならないということがまあ指摘されております。そして、若い世代を中心に、ですね何も東京の都心のですね家賃の高いところに住む必要はないよねということで、郊外にまあ住宅を移したり。 2拠点居住をしたいということで地方に移住するというの動きもこれから加速してくると思います。パソナという人材企業がまあ本社機能を 1200人余りをですね淡路島に移すということも発表しておりまして、むしろあの若い社員の中には、これを歓迎する声も多いというふうに聞いております、子育て期は、ですねやっぱり環境のいいところで子どもを育てたいというのは、実はコロナ前から若い世代はあのかなり思っている人たちが増えておりました、なので、こういった働き方の変化、コロナによる働き方の変化によって、まあ、住居を変えるという人たちも出てくると思っております。 あとです、ね、これからあの在宅勤務によって、まあ、生産性高く働けることによって時間が余るという人たちも出てくるのでその余った時間で副業など自分の,あのもう一つのキャリアを何か実践したいという人たちも増えてきていますこういったパラレルワークというかです、ね、パラレルキャリアみたいな実践して、まあ、自分の会社,と会社員としての収入と別の収入を確保すると、まあ、リスクヘッジを行いたいという人たちも増えています。 そして、まあ、この日本というのはあの非常に生産性が低いということが今、問題になっていますけれどもそれはやっぱりあの長い通勤時間をかけてわざわざ出社するとこういうことも含めて無駄な仕事があるとかそういうことも生産性の低さにつながっていたわけですけれども、まあ、在宅勤務によって通勤時間がなくなったり無駄な仕事の見直しがなくなったりすることで結果的には生産性が上がるということも期待されています。 今起きていることは働き手にとってやっぱり自分で働き方をデザインしたい主体的に働きたいという欲求が非常に起きていてこれが結果的にですねまあ、職場組織のダイバーシティを加速させるのではないかということを感じていますどういうことかというとまあ女性が働きやすくなる辞めなくても済むキャリアも自分の望むようにまあ、デザインできるようになるということでですねまあ、働き方が変化することによってまあ、結果的にダイバーシティという状況が えこれまで以上に加速するのではないかということをあの希望的に私の私は感じております。でこれをですね、やっぱり働き方の変化を本質的な組織の変化に今つなげていけるかどうか、ここがやっぱり企業まあ組織でまあ大学なんかもそうだと思うんですけども差が出てくることかなと思っています。コロナ前からでもですね、まあ安倍政権第二次安倍政権になって長時間労働の是正、例えば少子化の解消ということを これだけけ政府がやっっっぱり温度を取ってもなななかかか進まなかったわけですで先ほど申し上げたように、えー、私たちが取材したサイボーズとかポーラみたいな企業はどんどん働き方を変えて、まあ、あの自由化させて働き手にとって、まあ、働きやすい職場を作っていたこれは先進企業なわけですけども本当に変化を望まない企業というのはまだまだたくさんありまして、まあ、変えたくない変えることに対しての拒否感が非常に強いという企業も少なくないです。 で今回もその取材をしているとですね先ほども申し上げたように緊急事態宣言が解除された直後からですね全員出社を強要するという大企業なんですけどもいくつも私の取材で明らかになっておりますつまりせっかくのこの働き方の変化という短調を、えー、みんなが経験したにもかかわらずこれを元に戻そうという 力は意外と日本では根強くてです、ね、いわゆるこの抵抗する人たち変化に対して抵抗する勢力というのは私は日本という社会というのはすごく強いと思っております。 むしろこれの変化をポジティブに捉えて加速していく組織とそうではなく元に戻そうという力が非常に強い組織ここで二極文化がどんどん起きていくと思っています。で先ほども申し上げたようにこういった先進的な取り組みをしていく、まあ、企業とか組織にはですね若い優秀の世代がどんどん集まりそうではない組織には,からは人材が流出するということがこれから起きてくる現象なのかなと思っています。 そして別の視点から言うと、ですねポストコロナ時代にっていうのは、よりこの多様性という価値が重要になるというのではないかなというふうにも感じております。どういうことかというと、ですねあの今後、あのまあ、これまでもですねブーカーという言葉を皆さん聞かれたこともあると思うんですけどコロナ前から変化というものが非常に加速度的に進んでいまして、これは主にはテクノロジーの変化ということが言われてたわけです。 まあ5年10年後をです、ね、占うのは非常に難しいどういうふうな時代になるかということが予測不可能だということを言われてたわけですそしてその時代になぜ多様性が必要かというと多様なまあ価値観があった方が変化に重要、まあ、柔軟に対応できると先ほどイノベーションが起こすためにも多様性が必要だという説明がありましたけどももちろんその視点も大事なんですけども変化に対応するためにも多様な人がいて多様な価値観がある方が 同性の高い組織よりは柔軟性が高くなるだろうということでこの多様性の大事さというのが指摘されてきたわけですけれどもよりコロナによって時代というのが予測不可能になったということは皆さんも感じていらっしゃると思います。ということはよりダイバーシティの本質を理解して、まあ、組織の目標にしないとそして実践しないとですねこの変化に対応できないんではないかというふうに思っています。 でトップの意識はもちろんですけどもこれを実践するためには中間管理職の方の意識の変化 ととととといいいううここを徹底されるということが重要かと思っています先ほど事例に挙げましたサイボーズという会社は、ね、非常に面白くてこの中間管理職の人たちにどうやって、まあ、この青野さん社長以下経営陣の思想をです、ね、徹底させるかということをかなりあの具体的にやっていらっしゃいます青野さんに取材した時にです、ね、とはいえ人の意識はなかなか変わらないんだということをおっしゃっていました人の意識は変わらないので仕組み化をさせ,させることが大事だしえさらにもっと徹底させるに はこの変化を嫌う人、変化を実践できない人は、えー、どんな役職についていても降格までさせると、例えば中間管理職の人で働き自分自身の働き方を変えられなかったり、えー、部下の働き方を認めない上司は、ですねあの、1回注意して、2回注意しても変わらなければあの、ポジションを外すということまでされるということをおっしゃってました。 こういった変化に対応できることを、まあ、中間管理職の人たち、まあ、上司世代の人たちの評価の基準にするということもおっしゃっていました。そのぐらい徹底しないと、まあ、人の意識は変わらないということもおっしゃっていました。で、まあ、多様性の本質とは何かというとですね、どうしても日本では、まあ、女性活躍という言葉をよく言われますけれども、私自身が感じているのは、あの女性活躍を一生懸命進めた企業で今起きていることは、女性だけをですね、まあ、投用した結果、その女性がですね、 抵抗勢力の人たちの矢面に立って、かなりこう攻撃をされて、例えば失敗などをすると、ですねこれそれ見たことかと、だから女性はダメなんだということで、まあ、批判の対象になって、かなり自信を失ってしまうと、そして心が折れてしまうということも少なくないなというふうに感じております。なので、まあ、女性の投用は非常に大事なんですけども、同時に、例えば若手、中途入社、まあ、大学でしてもプロパーの,あの方だけでなくて、いろんな組織、 外からの登用されるということとか外国人、多様なバックグラウンドを持った人たちが混ざる組織にするということが結果的に女性が非常に発言がしやすくなったり女性自身も活躍しやすい組織になるのかなというふうに思っております。やはり1人2人、1割2割女性を入れたというだけではその女性たちの発言権というのがなかなか、まあ、あのこう増えていかないなというふうに感じています。私がが最近聞いたた事例で非常に面白かったのの、ね、広島の 県の教育委員会なんですけれども、あそこの県の教育長に、平川理恵さんという女性の教育長が何年か前に抜擢されました。これは県知事が抜擢されたんですけども、結果的に平川さんにお話を聞きましたら、平川さんが教育長になった後まず県の、えー、県立高校の校長先生の中の、まあ、女性の割合が3割。 近くなったとでそれ何が変わったんですかって言ったら、例えば会議などで発言が非常に活発になったということをおっしゃってました。女性たちがまあまあ空気を読まずにどんどん発言することによって、それまであまり会議で発言されなかった男性たちも発言されるによって、より議論が深まるようになったということをおっしゃってました。なので、やっぱり前例を踏襲しないと、まあ、あの空気を読まないと、世の人たちを入れるということが、非常に組織の活性化には大事なんだということを私も感じました。 で先ほど申し上げたように、この、えー、女性を登用するというときにです、ね、働きやすさの追求と同時に、この機械の平等を目指すということが非常に大事だなというふうに思っております。特に、ま、あのキャリアの支援ということを先ほども、あの真島先生の方も、えー、おっしゃっていましたけれども、今、まあ、本当にキャリアの意味で男女が平等なのだろうかということをあの非常に強く感じております。見かかけ平等でもででもすすねね例えば経経験験ししたた職場のの数とかです、ね、経験したその あのいろんなプロジェクトの数が本当に男女で平等なんだろうかということがあの企業なんかでもあまり精査されずにいやいやうちの企業は平等にやってますよということをおっしゃるんですけども結果的にま女性たちが管理職を躊躇する背景には、まあ、自信のなさということがあるんですけどもその自信のなさがどこからかというとですね経験の少なさに由来するのではないかというふうに思っております。そそそののののためにににににまず採用の入り口を本当に平等にするるしてその後特に若手の時代に経験できるような、まあ あのプロジェクトの数とかですね例えば、重要なプロジェクトを男性と女性同じだけ経験させるというようなことも必要なのかなと思っております。女性たちの自信の予は決して能力の差ではないというふうに私は感じておりまして、この能力のなさというのが経験のなさから来るものであることをまあ取材などでも感じているので、そこの解消が非常に大事ではないかと、それは組織ができることなんじゃないかというふうに思っております。 そして、まあ、先ほどもまさにボトムアップということをおっしゃりましたけれども、女性たち自身ができることもまあ少なくないと思っておりまして、目の前にある自分のチャンスをですね、まず一つずつものにしていくということも必要なのかなと思っております。割と女性たちは自分のキャリアプランというのを描くときに、まあ、あのロールモデルがいないということをよく言うんですけども、大きなまあロールモデルを、 描くということも大事なんですけども目の前にチャンスがあってもなかなかそれをこうあの一つ着実に物にしたしていくということを見失しがちになっているなということを感じていますなのでその目の前にあるあの仕事できちんと100%、120%成果を出すことによって少しずつ道が開けていくということにまず気づいてもらうでもこの気づいてもらうためにはそのことを誰かがやっぱり伝えなければいけないし組織としてもそれをやっぱり、えー まああの教えていくというか、女性たちに分かってもらうということは必要なのかなと思っています。そして女性たち自身もですね、なるべく私は若い女性に言っているのは、なるべく多くの打席に立つということが必要なのかなと思っています。まあ、これは目の前のチャンスをものにしていくということにもつながるんですけども、自信はやっぱり経験の数に比例するというふうに思っておりまして、それはやっぱり失敗をたくさんするとかですね、 やはり多くののプロジェクトに参加すするるととととかかかか自分から手を挙げるとかそういういことも必要なのかなと思っていますただ、これもですね、やはりなかなか自分で気づくというのが難しい場合もあります。なので、やっぱり先輩が伝えたりとかですね、組織の中でそういった研修において、まあ、女性たち自身に伝えていくということも必要なのかなと思っています。私自身が感じていることは、よくその女性たちがロールモデルがいないとか、メンターがいないということも言うんですけども、 メンターは別にに女性に限らなくてもいいかなと思っております、まあ、もちろんその家事とか家庭と仕事の両立とかっていう意味では女性のメンターの方が非常に参考になることは多いんですけども私自身が編集長になって感じたことは編集長って実質的に事業部長の役割も果たすので例えば自分の事業をどういうふうに黒字化していけばいいかこの事業をどういうふうに作っていけばいいのか。 例えば編集長としてどういうマネジメントをしていけばいいのかっていう面においてはなかなか女性でそれを経験している人が同じ組織内にいませんでした。なので、えっと、多くのやっぱり男性の,あの経営者の方に私は取材の時に、えー、ちょっと教えてくださいっていうふうにアドバイスを求めたり同じ組織内に今女性の役員などもほとんどいなかったので取材で知り合った他社の女性の役員の方にいろいろ教えてもらうということもしました。なのでで女性たち自身で えー、横のネットワークを作って、その中で、まあ、あの自分たちの知見とか経験を共有するとか、もしくはあと男性の先輩だったり、男性のやっぱり、えー、リーダーの方たちに自分から押しをこうということも求められるのではないかなということを考えております。そして まさにその自分で働き方はデザインしていくんだと、自分でやっぱりどういうふうにこう自分は生きたいのかということをまあ意識的にやっぱりデザインしていくということも大事なのかなと思っております。先ほど一番最初にも申し上げたように、かなり,やっぱり多くの女性たちがまあ職場の中での,やっぱりその機会がない、機会が平等に与えられないということにも苦しんでいる一方で、実はその家庭内での性別やかり分担の固定化ということにも悩んでいる。 自分だけが家事育児になるということに悩んでいるという実態もやっぱりあるわけです。ということは、ま、た家庭内で努力できることもあるのかなということを感じておりましてまずあなたが夫を変えることが社会を変える一歩になるのよということを私は後輩の女性にも言っておりますつまり夫,夫が働き方を変えればですね夫の職場も変わるきっかけになるしその企業が変わるきっかけにもなるのでまず夫婦でよくコミュニケーションをとって家事育児の分担をしっかり、まあ、家庭内で話し合っていくと。 それを夫がです、ね、受け止めて自分がやっぱり自分の職場を変えていくということも夫側もやってほしいということを申し上げております。ここまで少し時間をオーバーしてしまいましたが私のお話ご清聴どうもありがとうございました。